立浪さんに言われたんだこれは。はあ、だからね、赤星さんがそうだったかなと思う。うん、ね、俺もバッティング練習でね、はい、立浪さんに言われたんだこれは。はあ、森はどちらかというとバッティング練習素晴らしいと、はい、さっき言ったよね、はい、素晴らしかったです。みんなが見て見栄えすると、はい、でもなんで試合で打てないか分かる、バッティング練習で練習のバッティング練習やってるからって、うん、試合のためのバッティング練習しなきゃって、うん、だから試合のスイングとバッティング練習のスイングが全然違うよって言われた、うん、ああなるほどな、これじゃあどういうふうにやったらいいのかな、はい、で逆にそこからその立浪さんのバッティング練習を見るようになった、はい、真剣にね、はい、だからミスがないのよ、うん、バッティング練習で。だってなんでかというと基本ストライクに投げてくるの、バッティング練習のボールって、うん、そうですよね。でその球のボール球は振らないの、うん、だ我慢しなきゃいけない部分は我慢しなきゃいけない、はい、見逃す部分は見逃す。でも多分ね、京田は全部打っちゃう、はい、打ってますね。どの球でも打つ、はい、どの球でも同じように、だからそれがダメかなっていうのはね。うん、面白い、勉強になります僕もはい、プロはね、1個上がんなきゃいけないから、はい、レベルを、はい、だからそういうね、あちょっと嫌なコース来たなと思ったらファウル打つ練習に切り替えるとか、はい、とっさにそうホームランを打つイメージで入っていくのはいいのね、はい、だけどこれ打てないと思ったらファウルで逃げるとか、うん、それも試合のためのバッティング練習だから。なるほど、確かにファウル、井端さんとかもファウル打ってましたもんね、たまにね、はい、急に足引いたりとかして、そうそうそう、はい、だからそういうね、技術の高さも必要かなっていうのはある。それもね、練習も技術だから、はい、考え方一つで工夫できるはずなのね、うん、だからそういうのが大事かなとは思うね。なるほど、あんなもんに終わる選手じゃないじゃないですかね、うん、本当にこのままでいいのって本当に、うん、どん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 ね、1年目より2年目2年目より3年目っていうふうにちょっとだから打てない強打っていうふうになってるから、なんか強打のね、番組みたいになってるけど、あんだけの守備力ありますからね。そう、もったいないなっていうのはある。だってさ、足の速い選手ってさ、左バッターで三遊間に転がしたらいくらでもヒットになると思うな。ヒットですよね。俺足遅かったからさ、ここに打ってもアウトになるから。綺麗なヒット見ましたから。綺麗なヒット打たないとアウトになるんだって。内野安打あったらね、もう一部ぐらい上がって大きなお世話だよ。内野安打をね、増えてたら、そうですよね。最短打打てそうですよね、森野さん。まあ、ないものねだりはしないんだけど、あるものを生かした方がいいのにっていうのはあるよね。そういうことですよね。本当に強打主体の話になっちゃうね。でもまあ、キーマンではあるんで。うん。はい。だからね、赤星さんがそうだったかなと思う。うん。赤星さんって、そのさ、さっき言ったように、チャンスに強いとかじゃないけど。はい。三遊間に打ったでしょ、うん、はい、人の嫌がる、粘って粘ってさ、ね、こうやって打ちますね。そう、必ずあそこの、はい、ね、狭いところじゃないけど、はい、あそこに転がして何やんだとか、はい、で3割以上打ってるじゃん、はい、だけどチャンスになるとインコース待つんだわ。お、逆にだから右中間とか抜けてくるの、はい、確かになんかイメージありますね、ここ一番は、はい、だからさ、なんだろう、結構ね、その右中間、センターの右ぐらいに抜いていく打球がね、増える。だからどうせこう投げてくんでしょっていうふうに。それも割り切りですよね。そう、この打席は引っ張るよとか、井端さんとかに聞いても分かると思うよ、うん、ここ右打ちされたくないとかさ、いうふうに思うとさ、引っ張りますね、インコース。そう、井端さん引っ張るでしょ、急に。ありますもんね。あれすごいなって思ってましたね。だから絶対こういうふうにしなきゃいけないよっていうことはないんだよね、バッティングって、はい、だってこっちしか投げてこないんだったら引っ張ればいいじゃんと思うよね。確かに。だからそういうのも臨機応変にできるチームになってほしいよね、うん、ドラゴンズの選手が。そういうことですね、うん。